女性ポートレートが上手くなるにはどうしたらいいですか？そういう質問を受けることがあります。答えは確かにいろいろありますけど、一番大切なのはあなたの足です。こんにちは、カメラマンの友野治です。今まで10番カメラのすすめというタイトルで、3本ビデオを流してきましたけども、その中で、過去に撮影した女性ポートレートの写真、それをそれなりの数流してきましたよね。それをご覧になって皆様どういうご感想をお持ちだったでしょうか。10番カメラで撮るとあんなになるんだというような、なんか独特な雰囲気というか描写力というかですね、そういうものをちょっと興味持ってもらえたら嬉しいなと思います。それでですね、今日はちょっと関係がない話になっちゃうんですけども、過去に私がですね、受けた質問の中で、どうしたらポートレート上手になりますかということでした。 答えようがないですよね。そうですね、一番やっぱりその必要なのは経験ですよね。とにかくもう経験を踏むしかないです。どんなに、インターネットの中でいろんなことを調べて知識を埋め込んだとしても、実践が伴わなければ話にならないじゃないですか。で、どうしたらそのポートレートが上手になるか、ポートレートが上手になるかというよりも写真が上手になるかというふうに捉えた方がいいかもしれませんね。何年か前までに、実を言うと、何回かいわゆる写真教室みたいなことをやったことがあって、そうですね、大体皆さんにその共通して言えることは、まず準備が足りないんです、とにかく。で、実際じゃあポートレートを上手に撮るにはどうしたらいいか、さっきも言いました、準備です。はっきり言って準備です。これはですね、一人でですね、例えば風景の写真を撮りに行く、お花の写真を撮りに行く、スナップを撮りに行くっていうのとはわけが違うんです。何が違うか、一番大きな違いは、とにかくモデルさんを連れて歩かなきゃいけないということです。自分一人じゃないということです。で、準備って何か、簡単なことです。とにかくロケハンです。ロケハンです。ロケハンというのはロケーションハンドのことです。分かってますよね。簡単に言えば下調べとでも言いましょうか。です。下準備です。下見です。とにかくそれにどれだけ時間を割けるかです。ちなみに私は初めてロケーションとして選択する場所に関しては、少なくとも3回は足を運びます。多い時には多分5回6回は行きます。どんなに遠くてもです、行きます。それでですね、じゃあその意義、必要性、ロケハンが必要な理由、簡単です。とにかくまずは安全が第一だからです。さっきも言いましたけども、とにかくモデルさんを連れて歩かなきゃいけないので、何かあっては一大事です。とにかく安全が第一なんです。なので、まずその安全であるという、安全を確保するための下見です。危険な場所が、撮影していくコースの中に危険な場所がないかとか、そうですね、気の利いたところでは、例えばどこにトイレがあるか、あるいはどこにお店があるか、あるいはどこに休憩所があるかで、歩いていく場所、歩いていくそのコースの上に危険なものがないか、危険な場所がないかということを、絶対にそれは一番最初にチェックするべき項目なんですね。それができてないと全てが始まりませんから、まずは安全が第一です。それで第2の理由として、とにかく時間のロスを避けることです。行き当たりばったりだとどうしても迷いますよね。で、あっち行こうかこっち行こうかって迷ってる間に、モデルさんの信用がなくなります。とにかくロケハンをしてる時は徹底的に無駄を踏むんです。いろんなところ、私はもう何回も同じところ行ったり来たりします。で、その中においてどういった方がいいのかなっていう最短のコースを探すようにしています。それが、その最短のコースを得るための無駄な時間を取るんです、費やすんです。それがロケハンです。で、3つ目、
これはちょっとさっき言ったことに重なるんですけども、とにかくモデルさんに負担を与えないことです。さっきも言いましたけど、とにかくトイレがどこにあるか、でもし何かあった時のための連絡手段がどこにあるのか、今もちろんスマホとか携帯がありますけども、でも、何かあった時、人に連絡を取りたい時、あるいはお店がどこにあるのかというのは非常に重要な情報です。それと、簡単な休憩所があったりとか、あるいはそういったところがどこにあるかというのは必ずチェックします。それがまず大切なことですから。で、最後に初めてこの場所で実際撮った時にどういうライティングになるのかな、時間とライティングの実際をですね、確認するためのロケハンがそこから始まるんですね。それが私のロケハンです。はい、で次はですね、そのロケハンの経緯、実際のロケハンはどうやってやってるのか、さっきも少し言いましたけども、まずはですね、そのロケハンというとなんか義務的なことになっちゃうかもしれないんですけども、私はとにかく基本的に散歩が好きなんです。なのでちょっと時間ができると自転車、近所だったら自転車に乗って行っちゃうし、あるいは、電車に乗ってどっか行くし、例えば今の時期とかでしたらね、週末フリー切符だとか、あるいはその青春18切符なんてが出てますから、もうそういう時にはちょっと朝早くからもう遠くに行って、でもういろんなところ歩いてきたりするようにしてるんですね。まずはそこがまず基本なんですよ。とにかく私が歩くのが好きなんですね。そういったことがベースにあります。ちょっと話を進めちゃうと、でロケハンには必要なものっていうのがいくつかあります。で、一つはまずはメモ帳です。これは当然です。ただですね、さっき言いましたけど、最近はそのデータが残るので、あんまり書かなくなったことも確かですね。もう昔は本当にフィルム1本、ロケハン用のフィルム1本消費するのに必ずデータを記したメモを必要としましたので、もうメモ帳がもう何冊もあります、そうしたメモ帳が。ただ最近はちょっと使えなくなりましたね。で、次に露出系です。露出系です。で、それは本当にどこに行くにも持っていきます。最近露出系を使う人少なくなったかもしれないですけども、最近スマホのアプリでもあるみたいなので、それでも多分役には立つんじゃないですか。それで、露出を測ることができますし、で私の場合は今までその中盤カメラの紹介をしてきましたけども、基本的に全部露出系がないカメラなので、それがどうしても必要なんですね。なので露出系を持ち歩くようにしてます。で、次にコンパスです。ちょっとこれは意外に思うかもしれないんですけども、コンパスっていうのはいわゆる方位磁針ですね、方位磁石ですね。で、私は散歩するのが好きだって言いましたし、で、トレッキングだとか登山も以前はしていたので、ちゃんとしたコンパスを持ってます。で、国土地理院が発する地図の上にこうやって置いてやってましたけども、なぜコンパスが必要なのか、曇りの日なんてがあるからです。で、曇りの日だとか、で、あとはその太陽の位置、季節によって太陽って動くじゃないですか。だからそれを計算するために、何時にどの方角に太陽が出てるかっていうことを計算して、じゃあこれが季節が進んだ時にどれだけ動くのか、そんなのも今インターネットで調べればすぐ分かりますからね。で、まずそれを記すためにコンパス必ず持っていきます。結構マニアックかもしれないですね。でも必要なことだと思いますよ。なるかっていうと、もしかしたら影になっちゃうかもしれませんよね。建物が何かの影になっちゃうかもしれないし、季節によっては高度が変わっちゃいますし、それによって影の出方も変わります。もしかしたら実際に影になっちゃうかもしれないということも考えると、そのコンパスというのは私の中では絶対必要なんですね。で、これも最近スマホでアプリケーションがあるので、それでもいいかなというふうに思ってますけどね。そんな感じですね。特にですね、秋、11月とか10月とか11月ぐらいは特に要注意です。っていうのは、1週間で多分ね、日の入りがもう5分ぐらい違っちゃってる場合があるんですよね。もうそうなると、一番夕焼け時の綺麗な日差しを背景に、日差しを受けてモデルさんを立たせて髪の毛をちょっとキラキラさせたいななんてイメージ持ってたら、じゃあ実際に翌週に行ったらもうなかったなんてことも何回も私経験があるんですね。それを考えると、特にその頃の季節になると、もう時間と太陽の高度というのがすごく大事な要素になるので、もうそれは必ず調べるように してます。それはもう教訓ですね。そんな感じです。
次にですね、まあ、もうちょっと具体的な話をしますと、で例えば、まあ、都市型公園、まあ、緑地公園みたいなところですよね、まあ、そういったところに行くときには必ず地図をもらいます。まあ、管理事務所とかに行くと必ず置いてありますので、それをもらってきます。それで全体像を把握して、で、まあ、歩くわけなんですけども、で、その時に、まあ、例えば危険な場所がある時、あるいは注意書きが必要な時、まあ、具体的にその露出系で測ったデータを記すこともありますし、まあ、とにかく細かく記入していきます。でそれが一つの私のやり方ですね。まあ、例えば観光地だとか、ちょっと広々としたようなところの場合はもうインターネットから地図をプリントして、プリントアウトして、そんでそれを持ち歩くようにもしています。でさっきも言いましたけども、実際に、まあ、最近はスマホが多くなっちゃったんですけども、スマホで写真を撮って、まあ、大体のイメージが湧くぐらいの感覚に撮ってはいます。でそれを家に持って帰ってきて、まあ、ハードディスクの中に入れて、で例えばどこどこ公園、どこどこ市内とかっていう風なフォルダに分けて入れています。でもう今私は多分そうしたロケ班のデータは100箇所以上あります。多分大抵の公園や場所、有名地や観光地は足を運んでるので、データとしてはほぼあります。で特に、もうお気に入りの場所、こう、まあ、特に今近いということもあるんですけども、例えばよくテスト撮影で行く山手の、横浜の山手にある洋館なんとは、まあ、もうほぼ頭の中に入ってますね、露出地は。はい、なのでもうそういうところに関してはもうほとんどなんか露出系もいらないぐらいで写真を撮れます。まあそんな感じですね。で実際に、まあ、何回か足を運んで時間を取って、まあ、実際の本番の撮影日から逆算していくんですけども、でそうだな、2週間か3週間ぐらい前になったら、テストモデルという存在が私にはいるんですけども、テストモデルを連れて、実際に写真を撮りに行きます。でその時もですね、かなり無駄足を踏みます。なのでテストモデルさんは非常にタフな方じゃないと務まりません。で実際に写真を撮って、あ、こんな感じになるんだなというふうに見ながら、いろいろと修正をしたり、あるいは実際のそのテストモデルさんと相談して、まあ、相手も女性なのでね、テストモデルも女性なので、あなただったらどう思うとか、ここ歩けるとか、こんな感じどうとか、今まで歩いてきて疲れそうとか、いろんな話を聞きながら、相談しながら、意見を聞きながら、テスト撮影します。それはすごく大きいですね。テストモデルは多い時には4人いたかな、まあ、みんながみんなすぐに都合がつけられるわけじゃないので、あとはその住んでる地域もまちまちですから、なるべく近いところの方をお願いするようにしていたので、まあ、そんな感じでいましたけどね、まあ、今は1人しかいないので、まあ、その方をメインにお願いしているところです。まあ、はい、いかがだったでしょう。実際に私がロケハンをしている、まあ、ちょっと簡略的に、まあ、早口でバーッと言っちゃいましたけども、でもこんな感じです。じゃあそれが本当に実際ポートレートがうまくなることにつながるのかよっていう疑問をお持ちかもしれないですけど、これがあるとないとでは出来上がりに雲泥の差がつきますよ。本当にロケハンができてるってことは、それだけもう撮影に集中できるということですからね。でロケハンしてる段階でイメージが湧くわけじゃないですか。それができてるっていうのはすごくありがたいことですよ。で、まあ、私の場合はテストモデルさんもいるので、テストモデルを実際に撮った時に、ああなるのかこうなるのかっていうのがさらに明確にイメージができますからね。まあ、それさえできてればっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、でもそれができてればおそらく多分 7、8 割はもう成功だと思っていいと思います。まあ、それぐらい必要です。で、まあ、どうしてもその予期せぬ出来事っていうのは必ずあるし、まあ、例えばその機材がね、例えばカメラが急に壊れちゃっただとか、あるいはまあ急に体調が悪くなったとか、まあ、それはあるじゃないですか。まあ、そういったハプニングに備えてることも、だからロケハンの中で、まあ、考えて考慮しながら、まあ、対処しなきゃいけないので、もしそうなった時のことも考えてやっぱ対処できるようにしておくというのがロケハンなんですよね。もう本当にそれだけで写真は上手くなるというか、まず落ち着いて撮影ができるということで全然負担が変わります。本当にもうそれだけで全然変わります。やってみてください、もし今までやったことがないのであれば。というか
やらない人はちょっとありえないです私からすると、うん、ありえないです。そういうことを考えてもロケハンの必要性というのは絶対なんですよ。それだけであなたのポートレートは上手くなります。本当です。もしですね、もうちょっと具体的に話が聞きたいなとか、じゃあ実際にあんたのあんたのロケハンちょっと見せてくんないって言うんだったら連絡ください。いくらでもお見せします大変ですよ、その代わり疲れますよ、一日ですから覚悟しておいてくださいはい、いかがだったでしょうか。私にとってのですねポートレートはこんな感じで成り立っております。まあ、せっかくねいい季節になってきましたからね、これから本当にロケハンという感覚じゃなくて、なんかお散歩がてらカメラを片手に出かけてみるのもいいんじゃないですか。はい、それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの友原修でした。